その三層の人というのは、幸福な人であるばかりでなく、優れた聡明な人らしいですね。私に預けてくだすったのは男の子一人で、あの方の女の子もできていたら、どんなによかったろうと思う女の子を、その人は産んで、しかも自分が連れていては、子供の不幸になることをよく理解して、立派な奥さんの方へその子を渡したことなどを関心なものだと私も話に聞きました。こんな話を大宮は遊ばした。女は頭の良さでどんなにも出世ができるものですよ、などと内大臣は人の批評していたのであるが、それが自家の不幸な話に移っていった。私は女房を完全でなくても、どんなことも人より劣るような娘には育て上げなかったつもりなんですが、意外な人に負ける運命を持っていたのですね。人生はこんなに良きに外れるものかと、私は悲観的になりました。この子だけでも私は思うような幸運を担わせたい。東宮のご元服はもうそのうちのことであろうかと、心中ではその希望を持っていたのですが、今のお話の明石の幸運な女性が産んだお妃の候補者が後からずんずん成長してくるのですからね。その人が後宮へ入ったら、まして誰が競争できますか。大臣が短足するのを宮はご覧になって、必ずしもそうとは言われませんよ。この家からお妃の出ないようなことは絶対ないと私は思う。そのおつもりで亡くなられた大臣も女子の世話を引き受けて皆なすったのだものね。大臣がおいでになったら、こんな意外な結果は見なかったでしょう。この問題でだけ、大宮は源氏を恨んでおいでになった。